い、どうも皆さんこんにちは。ぺよしきチャンネルウープヌシのフィオタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回使っていく武器はこちら、てーんとスクイクリンアルファとなります。前回使っていたのがスペースシューターとなりますので、サブのつながりでね、今回ポイントセンサーをうまく使ってやっていこうかなという、そういう感じになります。種別としてはチャージャーですが短射程、そしてチャージが他のものと比べてその分早いという感じですね。今回はスペシャル増加量 ×3 を持っていってヤグラをやっていきたいと思います。勝ちヤグラですね。もうポイントのマイナスがひどいことになってますさあということでね、ガチヤグラもそうですが、どれだけねヤグラの上に立ってポイントセンサーで敵を炙り出しつつのグレートバリアをね決めていけるかという、そういう感じになりますね。ヤグラの上はグレバリが最強と思っている時期がありました。実際ホップソナーとかの方が強い気がしますけどね、使いどころによっては。登ろうと思ったらそこが邪魔されますし、まあとはいえ普通にジャンプビーコンになることも忘れてはいけませんからね。打開とか復帰のね味方のところに置いとくだけでも使うっていう、そういうことですね。最近はこの金モデラーが厄介なんですよね。ナイス玉っていう。さあということで始まりました。お相手さんはプライムシューターコラボ、バケットスロッシャー通常バージョンのゴツガロン、そして、こちらドライストリンガーですね。ほいっと行ってこい金モデラー、ゴーナイス玉、オッケー。さあとりあえず分かってれば打ち抜けるよ、多分ね、多分メイビー、おそらく。私のエイムは雑魚です。雑魚すぎてもう笑えてくるくらいの雑魚です。つまり期待するな、私に過度な期待をするな。よっこらジャニー、こういうことが起こるからダメなんですよね。プライム、おお、カウンターは、あ、死ぬ。ギリギリそこの部分は突破できてない？突破できてる？あ、できてないか。70どれぐらいでしたっけ。76とかでしたっけね。ほいっと、わあ、ごっさん、プライムか、プライムですか。うへへ、どうしよう、どうしましょうかね。この場合75で突破、あー、金モデラ、お前に全てを託すよ。託さなくてもなんかやれたわさあてと、トライストリンガーさんどうしましょうかね。これとりあえずそこからどけましょう。オッケー、いい感じですね。センサーっていうのはね、遠距離武器の天敵ですから、もうセンサーをぶつけられたらもう動かざるを得ないみたいな、そういう印象がございます。とはいえ敵プライムとかがあれですからね。あ、やべ、2つ展開しちゃった、ごめんなさい。ナイス、下のバケットスロッシャーを狙えない。そして依然として、そこの部分がね、関門が突破できない。どうしましょうかこの場合。やば、トリプルトルネード、うわー、プライムかな。ほう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 、危ない、角度がなんかすごくない、これ。そこか、バレましたけど、やれん、一応ついたね。いやー、ちょっと意識して声をね、普段よりちょっとショタ気味にしてみましたけど、どうでしょうかねどうなんでしょうね、こういう場合って。ちょっとまあ疲れてるから最初の方はふわーってしてたのはそうですか。ほい、さーてどうなりますかね。向こうのトライストリンガーさんがにらみつかしてる間、こちらは何ともしがたいっていうのはありますからね。ほーほい、射程が足りない、見えた、月の糸、見えて
なかった。じゃあもう好きさなし。どうしよう、これ見えた、好きな人。届かないね。あっ、うわ、ですね、ナイスだ。多分向こう側がカウンターストライクをしてくることを予想しての、はい、ボム2つをそこに設置されるのはきついですが、関門突破できましたね。なんとかなんとか打開の一手として、金モデラーが早いよ。多分金ではね、プライムなのかな今のは。こういう時にやるのはね、とはいえスクイクリンの動き方として合ってるかは久しぶりすぎてね、もう分かんない。使おうとしたのに、どうしましょう。全員行っちゃったよ。全員行っちゃったからヤグラに誰も乗れてない。ヤグラ上の人が排除されちゃったからヤグラに乗れてないのが現状。ほい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 、ファイヤー、アイスストーン、ここいいですよ、いいですよ、 OK です。よっしゃー、勝利やったいやー、よかった、勝てて。まあでもバーリアのこの編成はうまく刺さるといいですね。味方が発動するタイミングを見て使うっていうのが大事でしたね。とはいえメインで切るしたのはわずかに1回、つまりそれ以外のキル数は全部ポイントセンサーをつけた後に誰かがやってくれた活躍度が低すぎる。まあバリアだけでもね、活躍度はちょっとはあるのかな。4回張ってますからね。とはいえ味方さうーん、ナイス玉がもう弱体化されそうですね、銀、あの金モデラーのせいで。もう古いすぎじゃないですかね、金モデラー。サブメイン、サブ攻撃力がほとんどないのにもかかわらず、攻撃力がないのにもかかわらずナイス玉を数打てるっていう点だけで採用されてますからね。あれ、そう考えるとこのナイス玉というスペシャルのヤバさがよくわかりますね。いや、ということで、はい、1戦目は勝利で飾ることができました。よっしゃーいなんだいこの声、もうなんか元の声なんだっけってなりました。このまま行きます。なんかしれっと多分元に戻りますどうすれば元に戻るんだろうこれ。さあ2戦目、バーン、悪魔さあお相手さんにはスパッタリーヒュー、プライムシューターコラボ、若葉シューターのハイドラ、ハイドランプですね。いますね、ハイドラさんが。どれだけお相手さんが目を光らせるかによります。ハイドラさんは怖いですよ。どこにいるか、ハイドラ撃つ、ズズズと撃ってきて、あー気づいたんですけどね、ハイドラさんはためる音が響きやすいです。なのでこのドゥッ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 っていう音をねよく聞くようにしましょう。今回は位置特定したんですが、チャージ前にこちらがやられたので、チャージキープをうまく使った方がお得。くそ、これで撃ち抜けないのは大失態じゃない、大失態すぎるそうか、ハイドラもナイスだー、待ったねー、怖いよー。お、そうかい、強すぎる。ハイドラがうまいな、やり慣れてますね。ハイドラ僕使うときだいたいボコボコにやられますよ、自分が。うまいですね、ヒッターとか使う方とかもそうですが、それ専用の立ち回りっていうのを学ばないとやっぱり厳しいところがありますよね。あとは乱戦でどれだけハイドラの音を聞き逃さないかっていうのも重要になりそうですね。ハイドラさんがいるだけで本当にね、ほいほい、オッケー、ナイス。さあハイドラさんどこにいる、
でもまあ29はいい進め具合ですね。ポイントセンターは矢倉状だと攻撃するときの足がかりになるのでかなりやりやすいですね。さあ、まあ、着地狩り狩られてもいいと思っての飛び潜みます。わあ、そこやられんの。結構スプラッシュボム範囲広いですね。矢倉が進んでますが最悪肉壁になりましょう。ゼロ距離で撃てましたが、まあ厳しいですね。味方はうわーすごい、裏取りで1人いますね。1人だけ潜伏してます。ハイドラさんを勝ってくれることを期待しましょう。あとは僕は逆に言うと前側で作業を引き続けるのが良さそうですね。あ、やられてる。処理されましたか。しょうがない。上にいますね。なので僕は飛びます。バリアを持っているのでね、飛ぶときに厄介だったり味方を飛ばすビーコンとして作ったり、やり方は千差万別です。よいしょ。どうしましょうかね、この場合は。うわー、ここ、どこから侵入したんですかね、今のスパッタリ。あ、そこに足場あったんですね。知らなかった。X 対 S プラスのところまで行った人がこのステージの構造を理解していないとか。せやで、ステージわかんねーっていう。ルールによって微妙にここちょっと変わるんですよね。そこは潜んでるの分かりますよ、さすがにね。今消えたの分かりますしね。さあどうしましょう。とりあえずマーカー、オッケー、いいですね。あとはどれだけできるか。バーリア、へへい、バリア張ってるから効きません、残念でした、へへみたいな、そういうこと。関門到達ですが、まあいいぐらいでしょう。20残り30秒でこの位置まで矢倉を押し込めているのはいいですね。そして味方にノバブラスターもいますので、矢倉としての防衛能力は比較的高め。さあ私としてはちゃんとした安定の場所からハイドラーさんに一撃を取られないように立ち回るのがいいんじゃないかな。えい、ナイス。さあお相手さんはもう負けを覚悟して抜けちゃいましたね。煽るのはやめましょう。イエーイ、喜ぶときはこういう風にやりましょう。煽り行為に見えるようなイカになったり人になったりするのはお相手さんに不快感を与えるのでね。っていうか、まあ基本的にはガチ勝負なので、これをやってて負けたら元も子もないので、残り5秒とかでやるならいいですけど、残り数秒でコースこういう風にする以外とかはあまり推奨されるべき行為ではないです。なんか次第に声は戻ってきた感じはしますね。さあということで、普通に戻ってきたところで連勝です。やったぜ。カタログレベルも意外と上がりますね。そう、ゴツさんに、うわーすごい、味方さんがすごい頑張ってますね。僕なんてただ、まあでも矢倉に乗ってた時間自体は多分僕かなり長いとは思いますので、それだけは活躍してた点かな。あとはまあハイドラさんとかって攻撃が与えられるのもそうですけど、位置がバレるっていうのをね極端に嫌うっていう、リッターさんハイドラさんとかの遠くから撃ち抜く系はね、とりあえずセンサーが体の周りについてるととてつもない不安に襲われる病にかかりますので、それを考えるとね、ポイントセンサーっていうのは厄介ですよね。ダメージはないけど居場所を強烈に主張する。さあということで行きましょう。こういう時にバッチとかも見れるといいんですけどね。
さあお相手さんはクーゲルシュライバー、そして、ジェットスイーパー、ノバブラスターネオの、スプラローラーですね。ブラスターとしてノバブラさんがいますのでちょっと怖いところですね。ノバブラのネオはかなり厄介、特にいろいろね汎用性が高いっていうのはあります。おっと、はい、一バレしてたらローラーとしては嫌だろ、知ってんでそれは。OK ナイスー、はい。おっと吸引器、吸引器はじゃあこれって座れない、あ座れない、あー怖っ怖い、はい、バリアバリアバリア張ってるから効きませーん、いたたたたた、はい、うわ、オッケー、乱戦でよくやりました、ゲッ、あーよく、でもまあそこ頑張ってかわしてよ。クーゲルシュライバーは玉ブレが結構激しいんですかねこの場合、いいですね。あーとはいえ61、まあ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 、そ関門自体は突破してます。バリアはこういう点優秀ですよね。よっしゃーい、イエーイ。バリアがこのイカ潜伏をしてる時とかにさ逃げて敵の隙がよく見えるっていうのはいいよね。見えた隙の糸っていうのができる、楽しいよね見えた隙の糸、スクイックリンアルファスプラの方、いやーもうちょっと鬼滅もどっかに頭いっちゃいましたね。スプラの呼吸1の方、バリアバリア張ってるから効きません、痛い、バリア張ってなくても効くかもこれ、ひこいこい、やったなんかやった、痛い、クーゲル行きましょう。でも関門自体は突破できてまあせんね。 Oh my godどうしましょう、関門突破できたと思ったんですけどね。とはいえ結構今回はクーゲルシュライバーとか珍しい武器が目白押しの目白マックイーンさんなのでね。さあやられますか、無理に突っ込まない方が良かったかもしれませんね。頼むから寄せてって多分これバイトですねサーモンランですね多分これ、頼むから寄せてって。さーて、おーおーおーおお、ハンコがハンコが辻斬りみたいに敵を辻斬っていきましたね。とはいえここ、おっとノバブラ、ノバブラの怖いところ、ほい。とはいえねノバブラスターは射程が短いのでこういう風な感じでセンサーをつけられると一番嫌な武器種です。これは僕自身が立ち回るときよく分かってます。ありがとう、それを投げてくれてね、吸引器を発動してくれて非常に助かります、吸引器にはダメージはございませんので、はい、バリアの上に当たった。じゃあこちらもバリア使いましょう、よいしょよいしょ、ほんわ飛びますかね、飛べる、飛べまーす、オッケー。下手すると一応ねこの指の動きだけは覚えておくと、まああのなんでスペシャルに戻ったら死ぬの一緒だみたいな方もいますけど、まあそれを やらない理由としてはスペシャルゲージの保存ですね。さあこちら側に来るなら一発でわかるぜ、来ないなら来ないでいいよ、よーし、位置がバレるって、おっポイセンも座れんの、いやー3発で3発で仕留められるとは、ジェッパも含めて44なのでここ止めないと、ここをいかにして止めるかですね。ほい、何人乗ってる、うん、くそ、ほいほいほい、うわーやばっ、でもナイス玉、でもそれ傘に座れない、いける、あ座れたっぽいな座れましたね多分これ、
よっしゃ、ナイスー。一応警戒度上げて3連勝。めちゃくちゃいいですね。僕自身ほぼ打ち抜いてないですけど。味方ガチャに恵まれてるだけじゃないこれ。どうなんですかね。攻めるとこ攻めて、最後結構攻め込まれますが頑張って防衛してるって感じ。カウント進行は味方のジャンプ先。まあでも打ち抜いてはいないですが、敵の位置を味方にどんどん知らせていく感じなので、まあ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 アシストナンバーワンがそれを物語ってますね。よっしゃ、4勝あと1戦で、これで4戦目になりますね。さあいいですね、いい感じですよ。ナイス玉持ちがいると本当最後の押しが変わりますね。届かないんだここ。そいそいとオッケー。とはいえチャージキープをうまく使えると強いんですけどね。とはいえチャージキープ終わった後にこう打ち抜くためのね、そのエイムが揃わないんですよね。ここら辺は本当要練習って感じですよね。ほい、こうこんな感じでイカロールが即できるんですよ。実はあの武器ボタンを押した状態でイカになると、その一番最初の状態から最高速が出るっていうものがありまして、それをすると即イカロールができる。ちなみにこれに関してはシューターも一緒ですね。シューターも一緒なので、それを使って即イカロールという技がございます。たまにねボムとかを構えて即潜ってイカロールする人もいますが、それと原理的にはあんまり変わりないっていう感じですね。変わりないのパーリナーって感じですね。あぶねえ、チャージャー、お相手さんにはソイチューブ、あぶねえ。おい、その位置はくー、後ろにいた。さあということで、お相手さんはカーボンローラーデコ、バリアブルローラー、ソイチューバーのシャープマーカー、こちら側はノバブラスタースクイクリーンアルファゴツガロンのプライムシューターコラボとなります。さあ相変わらず暴れますねあの人。よっしゃー、ナイス。敵の動きが分かるっていうのはスペシャル発動時にも分かりやすいですよね。事前に発動する系のスペシャルとかだったら特にこういうあたり。ん、おお、よかった、味方か。はい、あげる。今スクイクリン、スクイクリンじゃない、ソイチューバーいたね。ここ裏手に、うわギリギリ多分あそこは足りたと思うんですけどね、射程は。おお、やってやられて、そしてしかも1人に10発やったから、他の人にやられた人に10発来てるのでね、他の方には迷惑があんまり被られてないような感じ。くぅ、関門突破ですか。最後の最後にちょっと痛いことをされますね。どこへよく耐えてますよ。ここ戻りましょう。この位置からスクイクリン下から見上げる形だとすごい難しいんですよね、打ち抜くの。かといってあそこの部分を打開してやるには敵の数が多すぎる気もします。あ、くそ、向こうの方がうまいよ。ソイチューバー、ソイチューバーめ、丸みそも含めて楽しいですよね、ソイチューバーって。最近話題のトーピード搭載。やば、いるね。あ、当てたけど意味がないなこれ。さあ、お、いいですね、そこのメガホンレーザー。とはいえ上に上がった人はやれてるので、矢倉のカウントには影響してないですね。よかった。おー、あいえ結構塗られたな。ほっ、ソイチューバーそんなとこから出てくるんだ。これここ下がっといて、どこいる、あ、いた、ここか。あー、くそ、うわ。まあ味方がナイス玉を作ってくれてるので、え、やっぱ、いや、
ダメだ、今の位置ハマっちゃうと無理だ。すごいね、ソイチューバーで近距離やってるこの人。ソイチューバーって近距離強いの？ここら辺ちょっと謎ですが。あー、やった、やっと落ち抜けた。別ゲーになってない？チャージャー対決楽しいんだけどね、あの不利状況でやって負けると意味がないんですよね。そこだけは悲しい点。え、やられた？味方さん？マジで？そんな、そんな。あー、くそ。そうか、強い。てか、なんかすごい飛んできますね。ほい、ここ、オッケー、打ち抜けた。あ、待って、ローラーがここいる。他誰いる？矢倉奪われた。うわー、ここが一番いいかな。あー、怖。残り30秒ですが、8カウント。終わりだよこんなもの。ただ私は諦めない、私は諦めたくない。何度でも頑張るよ。スイクリン、ただしここの怖いところはこういうこと。やられますね、残りの秒数で1人、しかもその1人グワイパウト。これはお相手さんお見事でした。特にソイチューバーの方めちゃくちゃ強かったですね。これはすごい、ソイチューバーであそこまで、しかも敵リス地近くで、しかも近距離を入っての、これはすごい、お見事でした。すごい強かった。これはもう負けてもしょうがないぐらいの、いや負けたら悔しいのは悔しいですが、なんか負けてもね、やりきった感がありますね。すごいいい試合をした時はもう負けてもね、悔しさもあるんですけど、なんかお相手もすげーうまかった、あーみたいな感じの、なんていうか謎の達成感というか気持ちよさがありますよね。いい試合をした感じのものがありますので、僕自身が活躍してたとかは関係ないです。僕自身は、そこまで活躍できた感じもしないですし、ただただ人をリスキルし続けてただけですから。ということで、今回はここまでといたしましょう。スクイクリン。スペースシューターを持っていきたいっていう方はね、スクイクリンを持っていきましょう。スペースシューターよりも強いよ。比べちゃいけないですけどね、それとこれとは。武器の種類もチャージャーシューターで違いますし、スペシャルもバリアとメガホンレーザーで違いますし、火力も違いますし、射程はほぼ一緒。ということで今回ここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。